え景色や。あ、昨日ですよ。あら、まだ。あれはでかかったわ。でかかったですね。でかかった、うん、ほんまにね、ワープするんですよ間違いなく買えやと思うんですよ。あの一緒に地元の人も買えやと言ってくれてたんで、あの一撃は、うん、ワープしよるからブーってこう、ね、うわーみたいなこんなんなるんですよやられたハリスの真ん中を。悔しかったな。あれ悔しい息でしたね。めちゃめちゃ悔しい気持ちでめちゃめちゃ楽しいっていう、これの複雑複雑です今なのでもう気分を切り替えるために、はい、白に着替えて。あ、本当だ。日焼けをしないように。遅いいや、で、こう初めて俺こう来たんですよ。そう、ここそう、うん、もう地元の仲間が案内してくれて、うん、ご紹介いただき、元部元部の瀬底島。やったー、瀬底島正解らしいですよ。なんか、ね、後ろ橋あるし、あの橋渡ってきましたね。俺初めて夜釣りで貝を釣らせてもらって釣ったのがちょうどあそこなんや、向こう側の、そう、スーパーの後ろ。初めて、初めて釣りました。それからもう貝に惚れて釣りたい釣りたいと、はいはいはい、もうあの時は初めて夜釣りでやったんやけど、すごい楽しかった思い出があって、ここは初めてです、うん、もうワクワクするわ。もうワクワクするいい景色ですよね。ここ景色いいね、これ本当最高。開けてるし、で島との本島とのこう水道やから、多分風抜ける、潮抜ける。うん、これはいいですよ。なあ、そのちゃん、めっちゃいいとこやな。もう素晴らしいですね。そう、スパイダーマンみたいなやめてくれるもん。夜釣りそんなに夜釣りかかんでええやろっていうぐらい、夜釣り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 大好きだ。まあ確かに夜釣り俺も好きやけどな。俺も夜釣りやんか。あら。よし、ちょっと気合い入れてさ。そうですね。ねえ。朝ブル飲んで。昼ブル。あ、昼ブル。昼ブルの言葉初めてやな。いただきます。お、これは暑い天気にちょうどええな、うん、あいいよ。ちょっと夕方、はい、もちろんこう貝の確率が上がるのは夕方やけど、うん、昼間も釣りをね。そうですね。そうそう、何でもいいから、もうそのできれば、うん、豪快に竿が曲がるやつ、うん、そうですね。そりゃそうですよ。もちろん漁師は問いません。そんな贅沢は言いませんから、僕は。そうですね。もう見えたらそれ狙おう。お、はい、楽しまないと。そうそう、ちょっと沖縄の深瀬釣り満喫コースにします。おお、これ行っといて、昨日も使ってたけど、カエパワー。カエパワー、これ見て、この沖縄限定品っていうな、これ。うーん、沖縄しかないんですよ。へえ、すごい。ちょっとあのウェットタイプで、ごっつい重たいんやけど。ああ、そう、さっき言うのが見たかった。なんかあの、飼えてる魚自体が、こう、よく俺が聞いたのは、こう、回遊して入ってくるやつやから、はい、重たい比重のやつで、下にこう、沈んで、それを、入ってきたやつが、こう、ちょっと足止めするみたいな、そこでこう、
食ってくれて足止めして、だから軽い仕掛け、あの比重の餌だと流れていってこうポイントは作れないから、うん、であんな強い魚やから、そのあんまり遠投とかで釣るような魚でもないし、近場で潮に合わせて入ってくる、もしくは時間帯に合わせて入ってくるやつを重たい比重の配合餌でもこう足止めをして、そこにもうそこをちょっと切るぐらいの浮き下を設定してバシッとかけると。だから全然あの他の配合餌とはコンセプトが違うよな、餌、餌も。そうですよね。そう。だからもうこう車から持って降りてこう行くときめっちゃ重たいね。持ったみたいな。独特の匂いするしな、これな。おお。これまた麦が好きなんかな、これ麦だらけやな。でもほんまこの匂い俺も覚えたから、うん、前からこれを嗅ぐとおカエ釣りやって思うな。匂いで。そうそう、大体もうみんなそうよ。あ、もう大体巻き餌庫を作りながら、あーえ匂いって言い出したらもう釣りにはまってますね、それは。あ、思い当たる人いるんじゃないですか。あー V9 ええ匂いっていう人はもうダメですよ。もう脳が言ってますよ。ここにいますよ。俺スペシャルの匂いがええなとかな、毎回言ってますやん。ええ匂いやなって。いや俺はだって言ってる代表やもん。だって日本で日本行ってる深瀬行ってる連合の代表やから。入りませんか皆さん。何の勧誘やねん。ええ感じやな。やりますか。お願いします。お邪魔します。おお。フグ、フグ。なんかいっぱい下の方におるな。結構水深あるな。流れは右から左。ちょっと風と一緒やからややこしいけど。結構流れるわ、ほら。なんか当たるじゃんこれ。根掛かりでした。この流れと磯に慣れるまでちょっと時間かかるな。ちょっと今 G5 で一広で感度 G5 に G5 と G6 って流れの中ちょっと風と潮一緒なんでね、あんまり浮かせても良くないので浅めで沈めていく作戦やけど、あんまり合ってないですね釣りとは。入りすぎるし、どうしてもこれじゃ当たり取れんな。とりあえず重り1個取ってどうしようかな。どう変えれば一番いいかな。フグか。うわ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 、しかもごめん、まだ引っかかってる。うわあはかわいいよな。ねえ、怖い怖い。バイバイ。落ちたらポーン言うてるで。いいよ、何でも楽しいぞ。おーおー、青ボタイもでっかい。あれあれでっかいな。 A サイズよそれ。いるねー。ちょちょちょ、しっかり変えるわ。これはあかんわ。こんなんじゃないわ、こんなんじゃない。あ、危ない。しっかり変えます。これは2尾ぐらいいってみるか。ちょっと感度の G5 から遠投 M 2尾。ちょっと重り使って流れの中で結構いい魚は下なんですよね。下にちょっと深めなんで、ちょっと 2B 使いながら下を釣るための 2B やね。浮き下
2ヒロ弱。そうか。ちょっとあれじゃない？海が青すぎて浮きが見にくない？なあ。ちょっと色チェンジね。海の色とピースグリーンがもうほぼ同化するもんな。見事なほど。どう？あれ？嘘？これも根掛かり？根掛かりや。あら？俺が思ってるじゃな、さらに浅いな。いやいや、わざわざやで、とかで食べたことない言うたら、さばいて持ってきてくれはったんですよ、本当に。沖縄では食べる人と食べない人がいるらしい。なるほど。ちょっとせ、でも美味しそうですよ。いやいや、見た目はすごい美味しそうやで。食べるよ。はい、どうぞ。一緒によ。一緒にですか。一緒に一緒に。いただきます。いただきます、せーの。ん？醤油とわさびの味しかしない。あっさりしてる。うん、いや、もっと俺個性派かと思ったけど。全然癖ないじゃないですか。ないな。美味しい。身が、何？なんて言ったねこれ。コリコリじゃなくて。サクイ。サクイ感じ。うん。俺、すごい個性派やと思ってた。あの家立ちやで、だって。あの引きと。ありがとうございます。これでトカちゃん見る目がまた変わるな。ちょっと期待したんちゃう？え、これみたいな。なんかちょっと匂いが、うん、そんな感じに全然ならへんな。おー、下の方にはおるんやけどな、なかなか難しい。おー、来た、あの青いでかいやつ。おー、でかい。めちゃめちゃ強いやつやな、あいつ。沖の潮変わりよんちゃうか、これ。風の向きが変わったな。あれ、餌が登りっぱなしになってきた。集まってきて、みんな集まってよ。ほい。どうぞどうぞ。あれ、盗みかな。ヒットやろ、これはヒットやろ。動いた動いた。ええの来たぞ。あっちあっちあっち。よっしゃ、久しぶり、ナイスヒット、ウォーウォー。よっしゃよっしゃ、おもしれえ、うおー、やっと来た、うおー。よっしゃよっしゃ、いいサイズ、おい、会いたかったぞ。うお、ありがとう。よし、綺麗な
海も綺麗から。ほらほら観念した。おいで。やったー。ナイスサイズ。よしよしよし。あ、浮きも入っとる。タモの中に。イエーイ、いきなりだー。おお、どうすん。やったー。ほら、よう引いたらやっぱ最初最高。あー、長いこと待ってよかった。ちょっと魚っ気がなくなってまたちょっと出てきての繰り返しで、うん、餌取られるけどあんまり はっきり食ってこないみたいな連続やったんです。悩み悩みやってたんですけど、やった。これこれこれ引くやつ待っとったんですよ、これ。こっちで言うあーがい、いやいやりかわいいやつめ、よう引いた。引いてましたね。はい、苦戦したもんな、ヒットまでですね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。そら、あいごそれ、これ貝です、貝。あれ、これ貝です。下にいる。2匹おるやん。2匹いますね、つがいでいます。あれ、あれ貝やな。貝です、貝です。尻尾にほら、はい、ゴルフボールあります。ある。めっちゃ見えるわ、綺麗に、はい、貝や、あれ、ほら、ね、ほら、おお、おる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 。40超えとるな、あの左側のやつ。かえかえかえ。やべ。